またハルルの町を荒らしに行くわね。でも今なら結界があります。結界の外でも近所にこんなのいたら安心して眠れねえからな。そりゃどうかね。全身に力がみなぎるぜ。力が湧いてきました。また強くなったよ。なんだ手応えゼロだったね。でもこの先もまだ何匹も出てくるかも。大丈夫だって。まあそうならないことみんなで祈ろうぜ。
俺の世界も狭かったんだな。あんたにしては珍しく素直な感想ね。リタも海初めてなんでしょ。まあそうだけど。そっか、研究ばかりの寂しい人生を送ってきたんだね。あんたに同情されると死にたくなるんだけど。この水は世界の海を回って全てを見てきてるんですね。この海を通じて世界中がつながっている。また大げさな。たかだか水たまりの一つで。リタも結構感激してたくせに。お、あれ、これがあいつの見てる世界か。ユーリ、もっと前にフレンはこの景色を見たんだろうな。そうですね、任務で各地を旅してますから。追いついてこいなんて簡単に言ってくれず。エフミドの丘を抜ければノール湖はもうすぐだよ。追いつけるって。そういう意味じゃねえよ。え、どういうこと。さて、ウブランが出てこないうちに行くぞ。ノール湖はここを出て海沿いの街道を西だよ。もう目の前だから。海はまたいくらでも見られる。旅なんていくらでもできるさ。その気になりゃな。今だってその結果だろ。そうですね。ほら、先に行っちゃうよ。慌ててると崖から落ちるぞ。バカっぽい。休憩できるんだよ。よかったわね。次からガキンチョの分だけ宿代が安くなってさ。何言ってんの。テントは1個につき1回しか使えないんだって。リタ、そんな意地悪言わないでください。うんだ、世の中には便利なものがあるんだな。旅するときには大事なものなんだよ。テントの他にもゴザとかもあるんだ。でもやっぱりキャンプするならテントだよね。雰囲気あるし。ちょうどよかったですね。皆さん山越えでヘトヘトのご様子ですし。あんたもね。まだ町までだいぶありそうだし、ここら辺で休憩するか。じゃあ準備するよ。あ、一回キャンプしたらとりあえずしばらくはできないからね。なんでだよ。キャンプした場所の近くではテントに塗られた簡易結界がしばらく働かなくなるんだ。簡易結界？何それ。違うよ。魔物が嫌いな匂いを出してる薬品が塗られたものを結界って呼んでるだけ。一晩くらいの間なら魔物を遠ざけることはできるけど、時間が経つと魔物たちがその匂いに慣れちゃうからね。そんなのあるのね。ま、とりあえず準備はカロル先生に任せるな。うん、じゃあもう少し行ったらそこでキャンプ張るね。Thank you.